続いてポイントチェック入りますね。じゃあ早速1番ね、右の図の1番上の図ね、上の図、右の図の斜線部の面積は何平方センチメートルですか。うん、さっき見たやつと似てるよね。そう、例題1と類似問題です。うん、じゃあどういうふうに考えようか。さっきヒント言ったよね、直角、あ、2つあるこれね。じゃあどういうふうに補助線を引いてみようかね。直角があるので直角を使って、ね、底辺と高さを作る。じゃあ補助線はね、こういうふうに四角形を2つに分けてみようね。そうするとね、三角形2つできたよね。ね、どっちの三角形も底辺と高さわかるかな。まず上側の三角形は底辺を4センチとすると高さ13センチだよね。じゃあ下側は底辺を12センチとすると高さ7センチとすることできるよね。うん、じゃあ計算するだけですね。じゃあまず上側の三角形は 4×13 割る2は26平方センチメートル。下側は 12× 底辺×高さが7割る2で42平方センチメートル。じゃあ足すと26足す42で68平方センチメートルとなります。いいかな。うん、もう例題1とね、もう本当類似問題だよね。そう、直角に目をつけて補助線を引いてやるという問題です。じゃあ続いて2番いきましょう。で、2番これ右の図 ABCD は長方形ですね。斜線部の面積は何平方センチメートルですか。うん、これ長方形ですって言ってくれてるのに意味があるんだよね。上の図だったら長方形じゃない、まあ長方形じゃないんだけど長方形ですとか言ってこないもんね。下の図は長方形ですってわざわざ言ってくるってことはね、何を意味してるかね。これも例題2番と類似問題。うん、どうやって考えるね。さっき言ったなんだっけ、これも等積移動、等積移動ってやつだね。ちょっと今のうちにちょっと考えててね、分かんない子はどういうふうに移動させてあげればいいかなって考える等積移動。うん、底辺が一緒だったらね、高さも底辺と高さ変わらなければ面積は変わらないんだよね。だから移動することできるね。面積を求めなさい。じゃあどうやって考えようか。じゃあまず左側の三角形、底辺がここだよね。高さも長方形なんだ。だからこれ平行だよね。底辺とここ平行、平行だからここの辺上を動かしてあげても面積は変わらない、高さが変わらないから面積は変わらないというふうになるよね。じゃあこういうふうに動かしてみるかね。じゃあ次右側も同様にして底辺がここだよね、高さがここ。じゃあ高さを変えないように平行に移してあげるとこういうふうに移してあげることができるよね。これ等積移動。そうするともう答えは簡単。台形の面積求めればいいんだよね。台形上底3センチ、下底が14センチね。3足す14、上底足す下底かける高さは8センチ割る2で答えは68平方センチメートル。いいかな。なんか一緒になっちゃったね、答えね。ね、両方一緒になっちゃったけどいいかな。まあこれもね、まあ例題と類似問題なんで、うん、まあ何回も解いてるとね、ちょっとコツをつかむかもしれないね。だな。